本当に変な人ばっかが最近来てて怖いんです私は。新ハゲコロン。うわ。顔気持ち。顔。来たんですか。どうだ。はい、お疲れ様です。テンション低く。まこちゃん。急に上がってきますから、これさすが、切り替えがさすがです、ね、彼にとってカメラでテンション低い時ないんで。なんかね、ちょっと最近やっぱね、イカエ道場の、まあ、視聴者さんっていうのかな、嫌がらせがやっぱ多いっていうことで、ちょっと今回は本当に、まあ、動画にしようかっていう話なんですけど、はい、ちょっとインスタグラムね、ちょこちょこ来るんで、まあ、俺ブロックしたりするんだけどさ、はい、働きたいですって来たんだ。あ、はいはいはい。で、会社の求人に行ってくださいと。なんかホームページが見れないと。はい、ちょっと YouTube に出るんだろうと思って。あ、確かに。だって YouTube ファンですって言ってたから、ね、そうそう、会社のね、所定のあれがあるので、そっちの方に求人は行ってくださいねって言ったら、はい、新ハゲコロン、ブワーッと。手入れらしい。おい DM ぐらいで来てたんですよ。ママちょっとやな。で、こっちに電話してこいって。それは社長の個人のインスタのアカウントの、あの方のメッセに来るってことですか？塗り替え道場に来るんだって。そう、いや、個人の方。面接行きたいですみたいな。土曜日にケンジさんの理解道場辞めたんですか、はいはい、まあ、それぐらいは分かる、はい、1時44分、はい、土曜日だ、はい、夜中のそうそう、月曜日の11時49分の夜ね、はい、ケンジさんクビになったんですかとか言ってたんで、いやもうこれぐらいでいいんだけど、はい、腹も立たんけど、はいはい、もう本人の問題だもんね、ね、なんかお前に DR のっていう世界観、なんか知り合いなのかな、なんか分からないけど、私の方にもケンさんネタはめちゃくちゃ来ますよ。ケンさんどうなったんですか、ケンさん出てこないんですか、クビなんですかとか。困るよな、それってな。困ります、めちゃくちゃ困る。今でもコメントで来ますもんね。ケンさんどうなったんですか、 YouTube のコメントにしてくれるのはいいけど、個人で来るとさ、そうそう、ちょっと困ります。で、やめましたっていうだけでなんかちょっとおかしいじゃん。やめてもないし、うん、でもなんか、まあ、いろいろ本人が考えることですっていうのもなんかおかしいし、確かにその人に言うことではない。そうそう、なんかいろいろあっての、まあ、動画の10分でも誤解を生むのに、うん、ショートメッセージで2行ぐらいで、確かになんか変にそんなものが抑えられても、で、社長はもう嫌ってるのかなっちゃっても、うん、でもそうじゃないよねみたいな。来る量が半端ないですね。顔キモいってきてる。顔マジお前キモいとかよく来るんだ俺。だからその顔芸やめないじゃん、とりあえず。あ、顔芸やめねえんだろ俺。なんでそんな奴のためにやるんだろうって。俺の人生。だろうそいつら合わせたら俺負けだろ。まあそうだね。顔キモいわ。じゃあこれから もっとお前もだろ、共感しようするなよ。じゃあじゃあ、ミオはでもよくキモいって言うじゃん。じゃあその顔芸された時で顔キモいってみたいな言うじゃん。あ、だからもうそれを超えるキモいって言えんぐらいの顔芸を持ってきたらいいんじゃない。は、逆に逆にそちらに行きたいんですけど、どうしたら行きますか。電話ください、迎えに来てください、お願いします。迎えに来てください。インスタの変なコメント入れた子かな、今日朝電話した、何だったかな、なんか用事あるのって。もうだってインスタですでに変なこと入れたから。で、仕事したいけどそちらに行きたいけど、求人サイトから連絡くれたら会社が対応します。俺の携帯ができないので、ごめんなさい。私は求人対応してないので会社に行ってください。ハゲって言ってすいません。会社の番号を教えてください。自分で調べれるから、会社に入るのに連れ感覚で来られても困るよって俺を送って、はい、いきなり、お前俺を舐めちょっとか、あんまり舐めちょっとしねえハゲじじい。お前の動画面白いっていうのは豊か出した方がいい、豊かの方がいい、寺道とか出しても面白くない、おいハゲ豊かの方がいい、寺道とか出しても面白くない、豊か豊か電話で話そうって。私魔人なんですかね。だいぶやばいよね多分。僕なんか足の裏舐めさせてくださいとか来るんだよね。気持ち悪い。足の裏舐めさせてください、女の人からですか。それみんな来とるんじゃないか、足の足場班みんな。ね、無理なんだけど、ほんとにって気持ち悪くなってきた。どうする、翔くんいいよとか言って舐めさせたら。ちょっと神経痛がって。足の裏のね。そう、怒りとかじゃなくて、神経痛がって。なんか、体中縛ってあるなんか画像送ってきて、それに言う人だから、もう踏みつけてください。なんか恋愛相談とかしてくる人もいますし、ね、は恋愛相談。何なんか、私はある人のことが好きです。でも遠距離の多分女の子です。
害はなく、うん、その恋愛相談で、うん、なんか遠距離になっちゃうと、その好きな人と、うん、どうしたらいいですかみたいな、うん、まあ、自分の気持ち一回伝えてみたらどうですかみたいな、うん、まあ、状況がわからないけど一回伝えてみてやる、うん、そうやるよりは、あ、じゃあやらないよりはやって後悔の方がいいんじゃないですかみたいな感じの、うん、まあ、普通にちょっと恋愛相談みたいなのをちょっとしたんですけど、うん、その後も、その後もちょっと日にちが空いてから全然違うことを送ってきて、また相談みたいな。いや、男かもしれない、それは。え、ワンちゃん男説あるかなとは思ってます。私たちはそれを喋ってましたよ。お前もちゃんのそう思う。そうです。それ何、それやばいよね、お前。これ、私はそれはもう害ですよ。害じゃないですよね。害ですよ。害でしかない、ね、いや、なんか急にフォロー来て、うん、フォロー来た瞬間 DM 来たんですよ、うんうん、写真が来たの。写真が来て、うん、まだありますが見たいですかって。何ですかってなるじゃん、うん、そしたら、うん、そしたら、まあ、ちょっと僕は忘れちゃった、まあ、そう、ショウさんとのやり取りだったの、その女の人の。ショウとそでショウ頑張って送っとったんだけど、いろいろ何送ってたんで、ミオもそれ見ようと思ったらもう消されちゃったの、そのスクショ。多分既読ついてすぐ消したのか、嫌がらせでしかないですよね、多分。で、なんか別に、なるほど、ありがとうございましたみたいな、別にどうでもいいじゃん、もう未練し、何かもわからんし、あ、なるほど、ありがとうございました。そうそう、大人対応したんだ。そうそう、まあどうでもいいやと思って、そしたら、多分ミオさんと付き合う前の話ですよって。じゃあ何で送ってきた、さらにってなって、そこでえ、じゃあどういう意味と思って、別れさせたいわけでもなさそうだし、喧嘩させたいわけでもなさそうだし、だって付き合う前のこと言われて、ミオが怒らんじゃん、別にセックスしたんですかとか、そういうのずっと聞いてきて。どこだよ、それ。そう考えたら、女の子のふりして、そう、男が来る可能性もあると思って。そうですよね。そう怖くないですか、普通に。だから、でも、私はそれからあんまり返さんようにしてます。いいねだけとか、だけにしてます。なんか変にやり取りしちゃう方がいかんのかなと思って、まあ、いや、なんかよく見てますとか頑張ってくださいってくると、もうありがとうございました返した方がいいのかと思って返しちゃうんですよね、まあ、最初はそうやってやっとった、うちも。けど最近はすごい量だしな、まあ、まあそうなんですよ、量がすごいんで。そうそう、ちょっとの、その確かにいいねぐらいだったらすぐできるけど、それでまた返すとさ、俺も返そうと思っとるとさ、上から消していくとわからなくなるじゃん。あ、はいはいはい、行けるときに行くしかないじゃん。全部下まで行かんの、溜まっとる分に。はいはいはい。本当に変な人ばっかが最近来てて怖いんです、私は。インスタやめたいんです。やばい、やりたいです。やめたいんですよ。フォロワー増えてくる、そうだな。もっと、俺はあんまり、いや、嬉しいんですけど。人数の割にあんまり来んけどね。増えるのも嬉しいし、見てくれてるの嬉しいんですよ。ああ、そう。そういうなんか DM がちょっと来ると。そうだな、一生懸命投稿して、まあ、よかったら嬉しいな。怖いよ、SNS は。怖いな。やめたいんですよね。ダメだ。ただでさえ自分のインスタ投稿しない人間が。確かに。こんなんか会社のやつやって。まあ、ちょこちょこ投稿しようでしょ。そうですね、なるべくだから写真を撮るようになりましたね、結構。まあそうだな。そう。まあそういうのまたいい経験になるでしょ。そうなんですけど。あ、いや、もう書いてる。もう、あの、悪毒なコメントはしてこないでくださいっていうことで、ね、本当そうです、皆さんね、楽しくやりたいね、まあ、そうだよな、SNS を楽しく活用していろいろつなげていきたいっていう気持ちで社員みんな頑張ってるので、そうそう、本当にそうだね、悪徳なコメントとかちょっと怖い陰険な感じのコメントも、そんな人間なんでね、 YouTube に撮るとなんかちょっと芸能人みたいな感じみたいな感じで来るかもしれんけど、ただの一般人です。一般人そこら辺歩いてる私たちのだよな、どこで見かけてもおかしくないただの一般人なので。でも結構なんか賞もあれだろう、なんかおちょぼ行ったらめっちゃ声かけられる。はい、ちょっと私逃げます。ありがたいけどな。そうですね、普通に声か直接声かけられる分に怖いとかないんですけどね。そうまあ本当にね、普通の子だもんで、まあ、辞めたいとか言い出していたんでな、社員かな、会社もですね、それこそインスタを辞めたいとか思っちゃうとあれなんで、ぜひちょっともうテンション上がりやすいな、これ締めてっちゃうけど帰りたいも帰りじゃない、これでテンション上がるのもおかしいですけどね逆にね、はい、はい、じゃあ皆さん、ちょっとまあ別件ですけど、今足場の買い取りと、あの工具などの買い取りも今やってて、まあ、ちょっと今はっきりここまで買える買えないというのはちょっと試行錯誤でホームページとかまだ作ってないんですけど、ぜひあのそういうの興味あったら、あの声かけてください、はい、あの YouTube にアドレスがついてますので、そちらの方にご覧ください、はい、7月14日、はい、おすごい方と対面すごい方と対面、オンラインセミナーな、オンラインセミナー、コマショウさん対談ね、対談、あ、対談、コマショウさん
んがオンラインセミナー7月14日、うん、ぜひそちらの参加もよろしくお願いします。お願いします。せーの、並んでー。